靴下脱がしてくれるの？なんで？いや、靴下脱がしてくれるの？夏目の。いいの脱がして。いいの脱がして。いいの？いいよ。うん。できない、恥ずかしい。なんでそんなこと言うの？じゃあまた今度二人で話そうね。うん。超大超大超大小籠包食いたかった。トイレ行きます。ちょっと見てて。トイレ行きます。俺を守ってこい。お前守ってやるよ。まず一個がキッチンでのちさんが俺のそばで死にました。はい。で、はい、千早さんとゾニキがおそらくコミュニケーションで死んでます。はい。全員の死体の位置が分かってるんですけど犯人が分かんないです誰も。なるほど、ありがたいです。いやー、マジで誰に切られたんだろう。まあまあまあ、でも浮いてる人が犯人だけど、ペアでいても犯人だろう。むずいよなー。よし。こうなったら、ズズちゃん軍則のちゃん軍則をやりたいと思います。待ってくださいね。そうだねー。はい。ちょっとうるさいですけど、あの人ちょっとトラック化しておきます。きっとあの子は犯人じゃないけど。よいしょ。よいしょ。よし。いいね、上行ってる上行ってる、詩人さん上行ってるね、上行ってるよ。はい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 、はい、上にいるのね。はいはい、上にいるね、上にいるね、まだ上にいる、まだ上にいる、まだ上にいる。はい、貨物側いるよ、貨物側いるよ、貨物側いるよ。はい、いいよ、左行ってる左行ってる。はいはいはい、そっちのアーカイブでタスクしてるっぽいね。オッケー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 。来た、はっちゃんどこだ。の朝日は、あー死んでる。あらららら。はい。ウェア。はい。弾けてきました。自爆だろ。あ、自爆。でもエンジン、僕最初湧いたんですよ。エンジンに来いって言ってたじゃないですか。うん。レプチンさん来てないんですよ。いや、レプチンさん向かってたよ。向かってました？うん、向かってる向かってる。じゃあ自爆か。うん、自爆。のっちさんはシェリフ自爆と追います？ それともズズさんがウォーロックで呪われたと言います？あ、のっちさんのシェリフ自爆を追っている？いや違う違う、なんでシェリフ自爆？じゃなくて、うん、さっきシェリフもう一人いますかって。うらせえな、なんか、はい、あのトラックなんとかみたいなやつ。停電になる直前、扉越しにギリギリハンちゃん見えてたよ、俺。あ、だけど停電になったから、俺は停電直しに行った。あのシンプルに多分、ハッちゃんが切り水、ね、停電中だったから切り水してレプチンさんが切ったと俺はなんとなく思ってるよ、なんとなくね。あー、なるほどね。うん、
あのさっきのそのコミュニケーションで死んでいる近くにレプチンさんがいるっていうところも合わせて俺はレプチンさん釣りたいかな。シェリフでもじゃあボタン押す。難しいねあ、ごめん、行っちゃった。ごめんね、ごめんね。ごめん、ごめん。いや、これ、表意識が。いや、そうだね。確かに、トラッカーで見てると、左にあって、レプチンさんが見てた。あー、むずいな。シェリフ誤爆だとしても。靴下脱がしてくれるの？なんで？いや、靴下脱がしてくれるの？夏目の。いいの脱がして。え、そう、え、いいの脱がして。いいの？え、いいよ。うん。え、そう、できない、恥ずかしい。なんでそんなこと言うの？じゃあまた今度二人で話そうね。うん。オッケーなんだよ。オッケーだったか。おっと。オッケーです。何もありませんでしたね。今日です。あー、なんか全然頭回らなくなってきた。どうしよう。どうしよう。全然頭回らなくなってきた。靴下脱がしてくれるの。全然いいです。全然いいですよ。全然喜んでやりますけど、なんか喜んでやりますって素直に言えない自分がいる。これが M 心ないよ。これが M 心ないよ。夏目先生。あー、靴下脱がしか。あー、靴下脱がしか。あー、夏目先生の靴下脱がしたけど、脱がした後のなんか生足の感じとか半端ねえ。なんか脱がした後の生足の感じとかめちゃくちゃいいな。なんか脱がした後なんかこうもわってなる感じめっちゃいいかもしんない。うわー、なんか全然喜んでって言えばいい。俺もいるんだけど、喜んでって言うと多分夏目先生は俺のことこれからそういう感じに対応したくなっちゃうから、やっぱりそこはね、なんかあのえー、ってこっちもこう拒否感する方がきっと夏目先生も嬉しいんだろうなっていう思いで、夏目先生の S に寄せた M がいるけど、どうすればいいんだろうな。あーあー、いいなー。なんでそんなこと言ったんだろうな。美人さんそっちか。いいなぁ、夏目先生、いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、来ないかなぁ、夏目先生なぁ、なんかなぁ、全然停電直さへんなぁ、全然停電直らへんな。そんなことより、停電直らん、そうやな。先日、え、カボツだ。あ、今いましたよね。死んでる詩人さんが。え、今貨物の配線とこで死んでた。あら、なんで全く直らなかった。キムテスさんは違うと思います。瀬戸さんです。一緒に動いてる。瀬戸さんが妨害してそうだから、瀬戸さん釣ります。夏目は、はい、わかりました。行きましょう、ズズ、はい、行くぞ。はい、夏目の犬め、瀬戸は妨害してると思うけど、所詮お前は人に従うことしかできねえ雑魚だよ。自分の意思を持てや。黙ってください。瀬戸が妨害してるのはわかる、多分。黙ってください。ずず、黙ってください。お前は夏目先生に逆らわないでください。お願いします。やめてください。本当にやめてください。やめてください。夏目先生どうこう言うのはやめてください。雑魚が、ちげえよ、ずずてめえに言ってんだよ。おい、犬がよ、おい、犬はおとなしく芸でも覚えて人を楽しませることしかできねえんだろ、これ。それでいいんです、それでいいんです。僕は弱者が、いいんです、それで役に立てた。先生役に立てた。先生役に立てたよ。あいや、瀬戸朝日妨害はわかるんだけど、はい、うん、あ、うん、せずず、はい、ずさん、ポンズさんに入れよっか。はい、はどっちこれ。え、待って、そこ来る。無理だ、どうすればよかったこれ。そこ来る。もう負けてもいいや。あ、よかった、よかった。
ナイスゲームでござる。やったー。いやー、いいね。強いよ、夏目。犬がよ。めちゃくちゃ強い。この犬が。あ、犬が。おい、犬が。手名付けてましたね、ちゃんと。おい、弱者。おい、おい弱者。おい、別に。あとで、あとで、一緒にお話しようね。社畜ね。社畜が。うん。責められてかわいそうだね、ズズね。うん、悲しい。かわいい。かわいい。結局お前も切られるんだよ、おい。結局お前もいつかは切られて、うるせえ。次は殺すからな。うるせえ、負けてんだ。おい。負けてんだ。ねえ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 。